冒頭茶番。総集編1。マリサ、帽子が文字と被ってるよ。うるせえニコムゾ。なんでキレられなあかんねや。立ち入り禁止。立ち入り禁止でございます。立ち入ると、頭部が膨張し爆発します。立ち入ってもいいですか？話聞いてました。立ち入るとやばいことになりますから。あなたがですか？ちゃうわボケカスが。鬼瓦のやり方すらおいで忘れてしまった。それはボケカスが、こちとらおんどれの身を案じて止めとんねん。今回はそんな、我々の注意を引き、歩みを止めさせる存在を解説いたします。おほへへへ。バナナのお姉さん。ここ入りたいんすけど。ダメでエース。なんでですか？ここに入らなきゃ本編始まんないんすけど。あーはーん。いやあーはーん。じゃなくて、本編が、半編が、始まらないのよ。田島のパイナポー。言ってないわそんなこと。おう、あなたは、この先に、進みますか？進みたいですよ。ここ近所から5分のとこだし。Do you like cartoon mouse? Yes, フレッシュジュースis my grandmother。ピーチパインオブジェクションマッピングオムニバスにこごりキルユー。なんで殺されなあかんねん。みんな、この3年間よく頑張ってきたわね。サイレンヘッドの足を見つけて広め散らかす部の活動も、今日でおしまいよ。ここまでよく、広め散らかしたわねあなたたち。その広め散らかしを、社会に出ても役立ててくださいね。先生俺、慶応に行こうと思うんだ。勝手にせいやチャラチャラパーカーやろうが。当たりきつくなーい。そんなことよりマリサちゃん。はい、なんでしょう霊夢先生。あなたは部長として、率先して広め散らかしてくれましたね。マリちゃん、先生。マリちゃん、先生。マリちゃん、先生。うっせぇわ。もしもし、マリサ、あのさ、なんか気づいたらすごい赤黒いとこ、すごい赤黒いとこに来ててさ。いやボビーオロゴンじゃなくて、ボビーは今関係ないから。だから、ボビーオロゴンじゃなくてかお前それ具志堅だから、具志堅陽光だからそれ、ほんまそういうとこやぞマリちゃん、昔から陽気人たがうけども。そや、人たがいしもの道たがう言うやろ、知らんけど、それと、なんか今私の後ろに変な人がいるんだよねー。いやボビーオロゴンじゃなくて、はぁ、もういいよ、あれするよあれをあれするよ。おーレイム何しとんじゃごら。バードウォッチングじゃ。バードウォッチングじゃと。あのバードウォッチングすることで有名なあのバードウォッチングか。そうじゃ、バードウォッチングするあれじゃ。そうか、お前はバードウォッチングするタイプの巫女じゃったか。てか双眼鏡でかくない？確実に重いやろそれ。眼球への負担すごいやろそれ。こんにちは。はいこんにちは。ってなんじゃこいつは。具志堅の群れが空飛んでんじゃん。レイムちゃん変なの出たんだけど。なんですってー。ラッシャッセー、ラッシャッ、シャッセー、アスシス、アース、アーシャッセー、シャセッセッシュ、シュフ、シュフシシュシャッセー、シャス、シャサーン。いらっしゃいませの余韻がえぐい。てかなんで外で叫んでんすか店員さん。いらっしゃっせ。いや、いらっしゃった後なんでもう、温めますか？何をですか？店員さんね、そういうのは店舗内でやりましょうや。お客さん、これ持って行き忘れてましたよ。は、トレバーシクリーチャープロマイドコンビニ限定カード、人を迷わせるストレンジャー。そうか、受け取り忘れてたんですね私。アシャシャーアース。ありがとうございます。てっきりヤバい人かと。シャーアース。何してくれとんねーん。この呪文を唱えると、ゴブリンシャークを呼び出すことができます。か、呼び出してみたいような呼び出したくないような。まあでも、どうせ暇だし遊び感覚で呼び出してみるとするか。5本5本、マイクチェックマイクチェックマウスプーマウス。ハンムラビーハンムラビー。ハングレアニキーハングレアニキー。西松屋西松屋。帰りに家族で夜吉野家の温かみー温か。ちょっと待って、ゴブリンシャークそんな好きじゃないわ私。まあ、まだ召喚の呪文言い切ってないから大丈夫っしょ。めっちゃ好きなんよゴブリンシャーク。そんな好きじゃない言うとったやんさっき。違う違う、あれはマジで違うわ。その場のノリで言っただけだからマジで。都合のいいこと言いやがって、私の解説でもしてくれなきゃ許さないんだからね。わかった、解説して差し上げようではないか。なんで上からなんこいつ。霊夢隊員、ついにこの日が来てしまったね。この先に進んだ時点で、君はポンポンペイン星での戦いに参加することになる。送り出すのは正直不安だ。あの場所にはトレバーキャラがわんさか存在し、どこに飛んじゃボケカスが。ねえ、危機感とかないわけ？戦いに行くのよ。なんか高出動前の、熱い言葉とかないわけ？出来たての麻婆豆腐。そういうことじゃねえのよ。この度は、バナナ農家からの出荷途中に突如として自我を持ち、その場から逃亡した上、逃亡者のみでありながら、さして需要のないループゆっくりチャンネルなる、怪しい組織に属していたこと、心よりお詫び申し上げます。追跡を振り切っての逃亡、人として恥ずかしくないんですか？人ではありません。バナナです。このチャンネル、企業が運営してるというのは本当ですか？ヌジュルゲブ、アブジュルゲジュルジュ、オジュ、オズユルンゲチュマンチョフ、ただ、大根がこう、大根がすごいこれだい、大根なセリフを企業がやると思います。本編に参りましょう。占いバナナ、完熟の母の館にようこそ。推奨でかすぎるやろ。5本5本、ここすごく当たるって噂ですけど、本当にそんなに当たるんですか？当たりますとも、当たり散らかします。散らかすって何やの？じゃあ少し先の未来とかを見ることは可能です。ハゲ散らかします。散らかさないでください。ほーん、ぬるぎっちゅーん。オンブロドンブン言うてやっとりますけども、見えました。ほう、
どのような未来があなたはこの後、トレバー氏のクリーチャーを3体解説しますと。いうことで本編に参りましょう。クックック、ついに完成したぞ。マリサ博士、そのロボットは一体？ふふ、霊夢助手、このロボットはな、超合金耐熱性抗菌仕様おしゃべりマシーン、ブッチッパーくんだ。名前がなんか汚い。おん、なんやこらやんのかこら。まあまあそう怒りなさんな。これをご覧くだせー。そ、それは一体？解説するっけないですわこれは。ここに一本のノーマルバナナがあります。このノーマルバナナは、通常通りの進化を遂げると、みんな大好きモキュモキュバナナになります。しかし、突然変異を起こしたバナナは、四肢や腕を異常なまでに発達させ、マキシマムマリちゃんになってしまいます。ホラークリーチャーにも似たようなこと起こりうるんやろか。いい質問ですね、霊夢。なんか変なのおるぞ。うん、そうだね。一体何者なんやろか。知りたいのかい？バナナ嬢。知りたいですすごく。私はお尻が痛いですすごく。割れたんとちゃうん。もともとそういう仕様じゃん。6つに。シックスパッドかよ。5本5本。私はスマイルルームホスト。しびれ切らして自分で語り出したやんあいつ。元は人間。今はスマイルルームに感染されている。スマイルルームって何？はい、本編でーす。あいつぐ失踪。そして事故。一体この街で何が起きているのでしょうかねー。そんなこと言いつつ、もう見当ついてるんだろう。霊夢探偵さんよ。まあ、大体の目星はついてますよ。さすが、頼りになるぜ。つーかなんなんその帽子のかぶり方。おませなあの子もハッとする。ハッとだけにね。おそらくこの事件はトレバー氏クリーチャーが絡んでるのでしょう。解説、言っときますか？お願いしまっちゅ。よしよしよし。よし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 。マリちゃん、ママだよー。ママって言ってごらん。パブリックビューイング。わー、いい子だねーマリちゃん。腹パンクソ彼氏を燃やせ。おっと。その前に解説だ。冒頭茶番で私が赤ん坊になってるということは、それ関連のクリーチャーを解説せよ。そういう意味だ。即刻解説するがいい。ってことで本編でーす。そ、それは一体どういうことでちか？まだ何も言っていません。えへへ、早とちりしちゃった。ですねー、悪化などは見られないのですが、改善もしていないんですよ。なのでお薬が増えます。パイプあぶるやつですか？運営に怒られるのでやめてください。ただちょっと、このお薬副作用が強いんですよ。吐き気とか毛が抜けたりとか。でしかね。いや、新たなやたら長い手足が生えてきます。新たなやたら長い手足が？さて、今回はそんな手足長めクリーチャー界です。ガラパゴス、ジョモランマ、ガラパゴス、ジョモランマ、ブホ、テレビ、それは我々に娯楽や情報を届けてくれると同時に、時に間違った情報、歪んだ価値観、分断を引き起こしたりもします。また、熱狂的な番組ファンは、時にカルト染みてくることもあります。霊夢ちゃん一挙に見よ。今回紹介するのは、さらに立ちの悪い通信妨害系クリーチャーです。ぐるるるるるるる。なんで威嚇しとんねん。なるほどこれがおしゃべりバナナボットか。何かおしゃべりしますか？うん、そうねー。政治情勢について話そうか。電源を切ります。待て待て待て、トレバー氏クリーチャー解説を始めますか？いや始めません。え、始めま、始めます。バナナ犬、バナナ犬こっちおいで。ワフ、ワンワンを、ワンワン、ワンワンワン。ふふ、かわいい。ほらこっちおいでよバナナ犬。気安く喋りかけんじゃねえ。はぁ、あ、トレバー氏さん犬型クリーチャーを解説してもっと犬への理解を深めてはどうかね。なんやこの状況。ようこそペットショップ店員ショップへ。ペットショップ店員ショップ？そうです。ここはいつも人間が売る側だと思うなよ。という、動物たちの怒りから生まれたペットショップ店員ショップです。マジガチやミブカ道中膝くりげじゃん。いや私ワンちゃんとか見たいんですけど。つまり犬型クリーチャーを解説してほしいと。そういうことです。うおうんうんうん。そ、あの高速バイク野郎、私の可愛いマリちゃんをこんなズル向けバナナに。もう二度とあの頃のマリちゃんは戻ってこないんや。ああ神様、もう一度だけマリちゃんの声を聞かせてください。メロスの乳首改め乳首の友バナナンテウス、人はそれをエロスと呼んだ。なあに、何も難しいことはないさ。死の後の言わず本編 AK。 霊夢行きまーす。なんやこの茶番。知らん、ぐぬぬぬ、全然拉致が開かない。愚かなる民よ、戦いをやめるのです。だいたい、こっち拳銃一丁って、向こうはマシンガン二つ持ちなのに。そう、こんな時天使でも舞い降りてくれれば。へえ民、愚かなる民ルックバック。え、ルックバック？そっちじゃござらん。はわ、まさかあなたは。そう、私は天使、バナナ天使。今すぐトレバー氏のクリーチャーを解説なさい。さすれば道は開かれるであろう。ってことで本編でーす。ぐむむむむむむむ、ギギギギギギギ。ぬおん、忙しすぎてまんじゅうになっちまうよ。元からまんじゅうやろが。霊夢ちゃんあたち今猫の手も借りたい気分。なあ、猫の手だけと言わず、いろんな手を借りてみたら？例えば大量の腕型クリーチャーとか。その話、詳しくお聞かせ願おうか。どうも、サムネっぽい構図です。夜遅くに帰ってきて、お風呂なんか入ってると、うかつにシャンプーの時目を閉じられない。だって、目を開けた時、鏡に何か映っていたら嫌ですもの。霊夢たんなんか映ってるよ。それが実体にしろ、実体なき者にしろ、そこにいないはずのものがいる、というのは恐ろしいことです。おるよ、なんかおるのよさっきから。何よマリちゃん、今撮影中でなんか変なのおるやんけ。解説の時が来たのじゃ。うんそうね。
するしかないねこれは。ふへへへ、狙いを定めていったバースト。浮かれた野郎どもを蜂の巣にしてくれるわ。ポポチポチポンチポン。え、なんだって？最初から穴ぼこの敵だった場合、チポンチンチポンチッチ。弾が穴をすり抜けるから意味なさげ、ですって？いやいや、さすがに穴ぼこだらけの存在なんて、いるんですねこれが。ってことでいざ本編ですわ。ふむふむ、もごもごふむふむ。くちゃくちゃもごもごふむふむ。なんかくっとんな姉ちゃん。おっと、これはこれは皆さん、ごきげんよう。誰に話しかけとんねん。本日も、私ゴッドバナナと共に不思議な世界を冒険しましょう。いややわ、座ってゆっくりしてたいわ。今回皆様と共に体験するのは、巨大クリーチャーの現れる世界。巨大バナナが何言うとんじゃ。そんな世界でひときわ大きな存在感を放つ、これは一体？めっちゃ私にかぶっとるがな。霊夢ちゃんこれは一体？な、本編行く合図出すなし。これは一体？わかったっつーの。解説しよう。ねえマリゴン、カープーンキャットって知ってる？ウゴジュヌンジュルジュ。違う違う、ノリの佃煮じゃなくてトレバーさんのクリーチャーのやつよマリゴン。ゴジュルル、向こう側のおじさん。確かに向こう側のおじさんもクリーチャーっぽいけど、いや失礼だわ。それでは本編に参りましょう。はい、それじゃあですね、明日初日公演となりますワクワクヒーローショー、やたらとサタデナイ、こちらの読み合わせ兼リハーサルやっていきたいと思います。オリーブオイルで煮込んでやったのさ。勝手に始めないでください。まだですよ。まずは現れた怪人に絶望する少年たち。そんな少年たちに霊夢レッドが熱いセリフを投げかける。オリーブオイルで煮込んでやったのさ。うん、霊夢さんそこ違いますね。はい、そこはですね、大丈夫、君たちの未来はあたいが守るぜよ、ですね。はい、そして次行きましょう。畳みかけるようにこのセリフです。オリーブオイルで煮込んでやったのさ。煮込むなバカタレが、つうかずっと後ろにいるこいつ誰だよ。ということで本編です。キュモモー、キュムムモモモ、プイキュアモキュモキュ。なんだか今日はちびまりちゃんご機嫌斜めですね。クチクチでやる。まあそれはいいとして、おひさのクリーチャー解説ですよ。おほ、それほんまか霊夢ちゃん。うん、きっとちびまりちゃんも気に入ってくれるよ。お尻向けんなやこっちに。これ顔です。ってことで、出てきなさいクリーチャー殿。動き出す。誰が見るのよこんなもん。知らん。センサリープロセシーズはトレバー氏が科学の教科書に載っていた右の不思議なイラストにインスパイアされて生み出した感覚処理器官系クリーチャーです。肉食系女子、草食系男子、そして感覚処理系クリーチャーが3段。